アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め、並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き、劇的に変わるのかもしれません。令和4年9月25日、場所は大阪 NK タクシーフィールドエキスポにて、 NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会主催 2022X リーグディビジョン3ウエスト第3節となります。クラブアイランズ対琉球ガーディアンライオンズの一戦がまもなく行われます。試合開始11時30分キックオフ予定です。ただいま両チームによります試合前のコイントスが催されております。両チームのご紹介をさせていただきます。手前側ホームスタンド側に陣取っており、本日はカラーのユニフォームを着用しております。ネイビーのユニフォームをまとっておりますのがクラブアイランズ。株式会社ワールドの社内のメンバーが中心となってチームが発祥し、現在はクラブチームになっておりますが、芦屋浜を拠点として長く活動しているクラブチームです。対しまして奥側に陣取りましたホワイトのユニフォームをまとっておりますのが琉球ガーディアンライオンズ。なんと今季 X リーグ参戦をしましたチームです。この両雄による一戦がまもなく行います。本日の試合は1クォーター10分の正式計時で行います。早速 YouTube 欄に応援メッセージいただきましてありがとうございます。 JBC1 さん、チバリオライオンズ、マキ・リオ様、今節参戦できなかったけども今季、遠くから応援しているという応援メッセージです。選手のチームのメンバーの方ですね。ぜひ琉球の応援をよろしくお願いいたします。またクラブアイランズの方々もぜひ忌憚なくメッセージをお願いしたいと思います。さあ両者左右に散りまして、まもなく試合開始のキックオフになります。コイントスの結果、琉球ガーディアンライオンズキックオフ、アイアンズリターンで始まります。琉球のキッカーは7番の藤原が務めます。さあスクリームキック、ゴロキックを蹴りました。これをアイランズ21番がキャッチしていた。アイランズ陣40ヤード付近でボールデッドとしました。リターンしましたのはクラブアイランズ21番の山崎、滝川高校出身のチームのキャプテンを務めている選手です。アメリカンフットボールは試合を制しました。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。攻撃はボールを持った選手が倒れるまでを1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとしてその回数を表します。攻撃権4回で10ヤードを前進するか、相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずはアイランズの攻撃、自陣42ヤードからのファーストダウン点、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新には10ヤードの前進が必要。さあまずはランプレーを展開しました。ランニバック23番にボールを託しまして、アイランズ左オープンに展開。このランプレー効果的に出まして約8ヤードのゲインとなっています。アメリカンフットボールは前進をゲイン、後退をロスと表現します。止められたところまでを攻撃1回とします。従いましてクラブアイランズ8ヤード前進し、2回目の攻撃セカンドダウンに入ります。ボールオンはハーフへ、中央付近からセカンドダウン2、攻撃権更新には2ヤードの前進が必要になります。さあ今度はクォーターバック自らボールを持ち込みました。プレーはオプションプレー、クォーターバックが持つか、あるいはランニングバックに投げ渡すかの選択プレーでした。
この場面クォーターバックは自ら持ち込み中央突破を図りましたが攻撃権行使には至っておりません。ゲインは約1ヤードにとどまっています。クラブアイランズクォーターバックは1番内田、龍谷大学出身の今年加盟のルーキープレイヤーです。さあそしてクラブアイランズ相手陣49ヤードからサードダウン残り1ヤードのシチュエーションに挑みます。アイランズここもランプレーで攻めました。今度はランニングバック23番に託しキャリア23番右オープンに展開。前進しておりますが攻撃権更新になりましたでしょうか。わずかに攻撃更新には至っておりません。フォースダウンとなります。4回目の攻撃最後の攻撃権を果たしてクラブアイランズどうしますでしょうか。プレーを行います。4回目も攻撃を実施しますが前進できないと攻守交代になります。クラブアイランズフォースダウンギャンブル。クラブアイランズファースター。アイランズクォーターバック1番はここですかさずランニングバックにトスを行いました。オープンへのランプレーを託されました23番見事に攻撃権更新のランプレーを決めましてクラブアイランズ1回目の攻撃に戻ります。クラブアイランズファースター。10ヤード最初の開始地点から進みますと攻撃は一旦リセットされ1回目に戻ります。したがってアイランズは相手陣40ヤードの地点から1回目の攻撃に戻りましてファーストダウン点となります。さあアイランズ好調なランプレーを重ねていきます。再びランニングバックに託しまして今度は左オフタックルをつきました。キャリアは21番、先ほどキックオフリターンをしました山崎が託されました。このランプレーによりゲインは約2ヤード獲得しています。クラブアイランズ相手陣38ヤードからセカンドダウン点2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新の前進距離は残り距離8ヤード。パス成功、パスター。今度はアイランズ1点パスプレーに出ました。アメリカンフットボールは開始点から後方より1回だけ前にパスが投げられます。この権利を生かしましてクォーターバック1番ワイドレシーバー83番にパスを通して攻撃権更新としました。クラブアイランズファスナー。パスを取りましたワイドレシーバー83番は橋本、近畿大学出身のプレイヤーです。さあ順調に攻撃を進めていますアイランズ、相手陣24ヤードの地点に入りました。この位置からのファーストダウン点に入ります。さあ今度はクォーターバックランニングバックに渡すと見せて自らボールを持ちました。ハンドオフオプション、ボールを手渡しするか自ら持つかのオプションプレーだったと思います。このランプレーによって約3ヤードの原因となっています。判断しましたクォーターバックは1番内田、龍谷大学出身。クラブアイランズ相手陣20ヤードの地点からのセカンドダウン6ダウン訂正します。セカンドダウン6残り距離更新には6ヤードの前進が必要な状況です。インターセプト、ターンオーバー。ここでクォーターバックアイランズ1番再びパスプレーに転じました。しかしこのパスを取りましたが琉球ガーディアンライオンズ8番、これによりまして攻守交代となります。琉球攻撃権を奪取しました。見事なインターセプトを決めましたのは琉球ガーディアンライオンズ8番、根島、千葉科学大学出身のプレイヤーです。さあこれによって攻撃を止めましてクラブアイラン、失礼しました、琉球自陣4ヤードの視点からのファーストダウン点に入ります。ナイスダウン、ファースター。まず最初のプレー琉球ランプレーから入りました。託されましたランニングバック10番、ハンドオフから左オープンに展開。スピードで一気にアイランズディフェンスをまくり上げファーストダウン、一気に攻撃権更新としました。レフェリータイムアウト。
ウォータータイムアウト。ここでウォーターブレイクが入ります。アメリカンフットボールはその時の天候によりまして、審判の判断によりクォーターの半分でウォーターブレイク、タイムアウトが取られることがあります。今シーズン X リーグは9月の間はその熱中症対策となりまして、全試合共通してクォーターの半分でウォーターブレイクが入る形になっています。先ほどのランプレーによって見事なランを決めましたのは琉球ガーディアンライオンズランニングバックのゴヤ、琉球大学出身のプレーヤーです。沖縄の地方にあり九州大学、九州学生、現在2部にあります琉球大学の出身プレーヤーも、しかし X リーグで現在活躍しております。コメントメッセージ多数いただきましてありがとうございます。東谷様、千葉リオ、ジョリー様、同じくレッツゴー、さまざまな方々が今琉球の方にメッセージ応援をいただいていることが今伝わっております。この声に応えることができるでしょうか。琉球ガーディアンライオンズ攻撃に入ります。自陣29ヤードからファーストダウン10。さあ再びランプレーに入りました。またしても託されましたのはランニングバックのゴヤ、今度は内側に切れ込みまして約7ヤードのゲインを取っています。琉球、このランニングバックゴヤの回想によりまして攻撃陣地を大きく挽回図っております。琉球自陣35ヤードからセカンドダウン3、2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、残り距離は3ヤード。さあ再び5ヤードに託します。ナイスラン、ファーストダウン。ランニングバック10番、託されましたボールを持って右オープンに展開。鮮やかなステップワークで右オープンでディフェンスをかわしながら大きく前進、攻撃権更新のファーストダウンとしました。キャリアは同じく10番のゴヤが務めております。さあ陣地を中央付近に戻しました。琉球ガーディアンライオンズ自陣47ヤードからファーストダウン10。パス、ここでパスが成功しました。好調なランプレーの裏をつくようにここでクォーターバック7番、ワイドレシーバー9番にパスを通しまして約7ヤードのゲインとしています。投じましたクォーターバック7番は藤原、千葉商科大学出身のチームのキャプテンです。取りましたワイドレシーバー9番は篠宮、琉球大学のプレーヤーです。これにより琉球ガーディアンライオンズ相手陣に入りました。相手陣46ヤードからセカンドダウン3、琉球ファーサー、ランニングバック10番、今度はハンドオフを受けて右オフタックルの縦のランプレー、鮮やかなステップワークでこれも攻撃権更新としました。琉球ガーディアンライオンズファーサー、琉球素晴らしいオフェンス指示を続けて相手陣深くに戻ってまいりました。ボールオンは相手陣39ヤードから琉球ファーストダウン10。ナイスラン、ファーストダウン。クォーターバック7番パスを投じようとしましたが、ここからプレッシャーを浴びまして左にオープンに展開してそのまま独走、味方ブロッカーを生かして左サイドラインがギアを駆け上がり大きく前進、ファーストダウンとしました。素晴らしいランプレーを決めましたのはクォーターバック7番の藤原でした。さあこれによりまして琉球相手陣21ヤードまで前進しました。琉球これを得点に結びつけることができるでしょうか。ファーストダウン10。さあランプレーで展開しようとします。キャリア10番ゴヤ、ボールを託され右オープンを展開しようとしましたが、これはアイランズディフェンス集まりましてゲインほとんどなく終わりました。
孫涙様、藤原選手のプレー非常に素晴らしかったですね。ランプレー、そしてパスプレーもここまで順調に展開していると見ています。さあ琉球相手陣21ヤードからセカンドダウン10、パス成功、ファースター、その藤原、今度はワイドレシーバー3番にパスを通しまして攻撃権更新としました。琉球ガーディアンズファースター、パス、ランともに順調にオフェンスを進めまして、琉球相手陣深くに入ってまいりました。パスを取りましたワイドレシーバー3番は、池口、日本大学出身のプレイヤーです。エイジ40、さあ琉球相手陣10ヤードからのファーストアウト、これはアイランズナイスディフェンス。ここで琉球クォーターバック7番が右オープンにランプレーを展開しようとしましたが、すかさずアイランズ3番がチャージし、このプレーを食い止めました。約4ヤードロスとしています。見事な反応を見せロスタックル決めましたのはアイランズ3番の青柳、近畿大学出身。さあ下げられました琉球、セカンドダウン14のシチュエーションに入ります。ボールオンは自陣15ヤード、さあこれをパスプレーで攻めます。そしてこのパスは成功、クォーターバック7番、密集点に入りましたワイドレシーバー3番にパスを通しまして、一気に相手陣深くに入りました。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終了です。第1クォーターを終わりまして、クラブアイランズ0点、琉球ガーディアンズ0点、両者無得点のまま第2クォーターに移ります。